イギリスの条約型戦艦ネルソン条約型戦艦とは1920年代から1930年代に締結されていた海軍軍縮条約で設けられた各種制限を満たすべく建造された戦艦を言う。条約期間中は海軍休日と呼ばれ様々な実験艦的な技術も盛り込まれたがほとんど戦線に影響を与えることなく消え去り、 大戦の終結とともにその役割を終えた。1922年のワシントン海軍軍縮条約において、世界の五大海軍列強は、県間競争を抑制するために、戦艦と巡洋戦艦の建造に厳しい制限を加えることに合意した。条約は加盟国それぞれが保有する主力艦の数とその排水量の合計を制限した。新しい艦は、 関連20年以上の艦を退役させる、大体としてのみ建造を許された。さらにまた、いかなる心臓艦も、主砲口径は16インチ以下、排水量は3万5000トン以下に制限された。ワシントン条約の制限は1930年の、ロンドン海軍軍縮条約と、 1936年の第二次ロンドン海軍軍縮条約によって拡張及び修正が行われた。しかし、調印国の一部が条約から脱退したり、それらに密約を与える国が現れたため、1930年代には条約の効果が低下した。1938年、英米両国は、 排水量最高4万5000トンまでの戦艦を許容した第二次ロンドン条約のエスカレーター条項を発動し、それにより条約は実質的に執行した。条約で設けられた排水量に関する厳しい制限は戦艦の設計者にさらなる妥協を強いることとなった。1920年代から1930年代、戦艦設計において特に期間、 水中防御、対空防御に関していくつもの革新的な成果がもたらされた。ワシントン海軍軍縮条約は1922年、いずれも最新の土球戦艦、巡洋戦艦を保有する五大列強、イギリス、フランス、アメリカ、日本及びイタリアによって調印された。主たる目的は、特にイギリス、アメリカと日本の間で行われていた。 莫大な費用のかかる、玄艦競争を抑制することだった。まず主力艦の定義を、航空母艦以外で、排水量1万トン以上3万5千トン以下、または、合計8インチ以上16インチ以下を装備した船と、定めた。航空母艦については、その艦種の名目で、主力艦を建造することを防止するために、8インチを超える方を装備することを禁じられた。 各加盟国は、主力艦の数と合計排水量を制限することに同意した。その際、計画中あるいは建造中の戦艦、巡洋戦艦は直ちにキャンセルあるいは廃棄することとした。条約によると、新造艦は原則として、条約締結後10年間は凍結することとされ、これは、調印した列強の大部分にとって、1930年代に、 なるまで心臓ができないということを意味した。唯一、イギリスのみが心臓を認められている。これは、アメリカと日本が16インチ主法搭載戦艦を保有しているのに対し、英国にはなく、相応の戦艦を保有するためのものである。かくして、イギリスの最初の条約型戦艦である、ネルソン級が誕生した。ネルソン級は1922年に寄港され、 1925年に浸水した。同級は条約による排水量制限をクリアするため、三連装砲塔三基をすべて上部構造物の前方に置き、それらの周囲の装甲の重量を節約した。しかし、条約の遵守にこだわった結果として様々な欠陥を露呈してしまい、制限されたクラスで主力艦を建造することの難しさを示した。 これらの制限は1930年のロンドン海軍軍縮会議でも踏襲された。そして、1936年の第二次ロンドン海軍軍縮条約原案ではさらに主法口径を14インチ以下に制限することが検討された。ただし、第二次ロンドン条約では、ワシントン条約の加盟国のうち、新条約を批准しないものがあったときは、 戦艦の主砲口径の上限を16インチとするという条項を含み、また非加盟国が条約で許容される以上の強力な戦艦を建造した場合、排水量規制も緩和されるという追加条項も存在した。このエスカレーター条項は、かねてより条約内容に不満のあった日本の脱退を想定したものだったが、その交算は高いとはいえ確定ではなく、 特にアメリカは脱退か遵守か両方の場合を想定したプランの策定を迫られることとなった。ノースカロライナ級戦艦は条約規定に基づく3万5000トン、14インチ砲艦、かつ16インチ砲への乾燥も見越した設計とされたが、防御面など中途半端さは拭えず、改めて16インチ砲艦として設計したサウスダコタ級戦艦へ移行することとなる。 また、アイオワ級戦艦は緩和された、排水量規制4万5000トン枠に基づいて計画された。イギリスも財政的限界から条約体制の崩壊を回避したいという政治的理由により、キング・ジョージ5世級戦艦は14位ンチ法に抑えられた。ワシントン海軍軍縮条約には、主要海軍国であるアメリカ、イギリス、日本、フランス及び、 イタリアのすべてが署名したが、イタリアとフランスは、ロンドン海軍軍縮条約には調印しなかった。ドイツは、ベルサイユ条約によって、戦艦の保有を禁じられていたが、イギリスと同等の法的制限に置くことを決めた、英独海軍協定で認めるところにより、1930年代に一隻だけ建造した。日本は1936年に、 条約から脱退し、条約制限を超えた巨大戦艦であるヤマト型を建造した。他の国でも条約執行後、条約の制限を超えた設計はいくつも行われたが、いずれも完成には至らなかった。ドイツの H 級戦艦は対戦勃発とともに廃棄され、アメリカのモンタナ級戦艦は帰港前にキャンセルされた。本来なら、 ユートランド沖海戦の戦訓を取り入れて建造されることとなるポストユートランド型となる戦艦は発達した技術を盛り込んでさらなる強化をされるはずであったが条約により心臓が不可能になり代わりに建造されることとなる巡洋艦を主力艦として運用する機運が新しく起こった1920年代と1930年代に発達した鉄鋼法 強力な機関を搭載した巡洋艦が発展していく一方で、条約型戦艦もそれらの技術を搭載したものの、性能的にはポストユートランド型と同等以下という性能に甘んじた。より強力な戦艦軍の建造は条約執行を待たねばならず、そうした新戦艦に分類される戦艦軍も空母の護衛として使われるなど戦闘に貢献することはなかった。 ありがとうございます。